こんにちは。12月4日金曜日午後の FX フラッシュです。オレックス TV ジャパンの岡田がお送りします。この時間は前日の欧米市場の復習と今日の東京市場午前の値動きをレポートします。まず12月3日の24時間を通した外国為替市場の流れについて、主要通貨の視点から考察した当社浅野のコメントをお伝えします。全体を見れば円売りの流れが伸びた1日でしたが、アメリカ時間以降はドル買いがテーマとなる展開でした。ドル円相場は円安の流れを引き継ぎ88円台の背を狙う展開でしたが、大台が変わるステージでは上値が重く、ヨーロッパ時間いっぱいまで87円90銭水準で睨み合う展開でした。アメリカ時間に入り市場全体がドル買い基調へ転換すると、その勢いで88円の線に成功、88円50銭に迫る上昇となりました。しかしクロス円下落による円買い圧力と揉み合う展開となり、88円台前半で推移したまま引けています。ユーロドル相場は前日終盤の下落相場を取り戻す展開に加えて、クロス円の買いに支援された形となり、前日高値となる 1.5120 水準を超えると、先週の年初来高値となる 1.5144 付近に迫る上昇となりました。しかし市場全体のドル買い基調に押し戻されると、引けにかけて安値となる 1.5045 付近へ下落する展開でした。ポンドドル相場は東京時間まではユーロ上昇に合わせて 1.6720 付近の高値をつけましたが、ヨーロッパ時間に入ると反転し、引けにかけて終始下落基調を維持し 1.6530 付近の安値をつけて引ける展開でした。東京時間では円を売り戻す流れがドル以外の通貨にも及び、円安を交換して上昇した株式市場が支援材料となっていたようです。アメリカ時間まで87円90銭を上値に揉み合った背景には、おそらく88円台にまとまった売りが見えていた可能性があります。このタイミングではクロス円も上昇に限界感が生じた結果、調整売りが出たのか、ユーロやポンドが対ドルで下落しています。その後アメリカ時間に入って市場全体がドル買いへ傾きますが、背景にはトリシェ ECB 総裁がドル高を支持する発言や、ガイトナーアメリカ財務長官が改めて強いドルの重要性に触れたことが指摘できます。加えて深夜発表された ISM 指数が悪化すると、株式市場も軟調な推移となり、短期的なドルの買い戻しが発生した可能性があります。12月3日為替市場の終値となる日本時間4日午前7時時点の各通貨ペアの水準と前日比の騰落はご覧の通りです。アメリカ株式市場はそれまでの流れを引き継ぎきれず、前日比で下落しました。指標の悪化に加えて金利の上昇が嫌気された模様です。そのアメリカ債券市場ですが、次回の入札予定発表を受けて需給懸念などから売りが先行した可能性があります。一時的に株安債券安となって溢れた資金が上昇した金利を目当てにドルキャッシュへ向かったという推測もでき、それがアメリカ時間終盤のドル買いにつながっていたのかもしれません。続いて今日12月4日午前の東京外国為替市場の動きです。ドル円相場は前場で一度上下する展開もありましたが、昨日の揉み合いをおおむね継続する展開で88円台前半で推移しています。ユーロやポンドの対ドル相場もドルの高値圏で揉み合い推移していて、今夜のアメリカ雇用統計を前に動きにくい模様です。今日の通貨フォーカスはユーロドル相場です。東京時間に入って揉み合いながら短期的なウェッジフォーメーションを作っています。上下抜けた方へ30ポイントほど動く展開を予想していますが、実は昨日24時間を通じて小さなヘッド&ショルダーを作り、引け際の下落でネックラインを割ってきたように見えます。
したがってもし下に抜けた場合、2日の下値となる 1.5030 付近を目指す可能性があります。さらに万が一この水準を下に抜けるようなら 1.50 割れを疑う展開もあるでしょう。終わりに主要3通貨ペア日本時間午後1時現在の取引水準をまとめてご覧ください。以上、当社浅野のコメントをフォレックス TV ジャパンの岡田がお伝えしました。この後 PM テクニカル分析は夕方6時頃からお送りします。